ちょっと待って、よっしゃ、はい、回りました。はい、2回目の、はい、CM 大賞ジャズ会ということで、今回の CM 大賞は、カツオと昆布がセックスをする。いいね、婚活婚活婚活成功婚活成功。今日のこの会合はどういった内容でしょうか。はい、あのですね、前回ですね、婚活という、まあ、テーマで決まりまして、今回がついに CM 大賞グランプリを目指す流れができました。そこでですね、その流れはまさかの展開で入澤君にはい私の方がスケロクで大きいですスケベなスケル演技の方させていただきます、ね、いいですか。それはあれですか、あの CM 大賞の内容というのはどういった内容なんでしょうか。はい、まずは内容としては、まず昆布ちゃん、は昆布子ちゃん、はい、この子がですね、茶碗にですね、はい、美味しい昆布が入ったものを、持ってガタンゴトンガタンゴトンと枕崎を訪れる。訪れます。なるほど。しかしこれ何かが足りない、うん、何かが足りないと思いつつ枕崎に来るわけですよね。苦しかったら振ってよそこで私が鰹節をすりながらつけろくの格好をして、あ、昆布ちゃん待ってると。はい、あ、待ってるわけですよ。鰹節と昆布というのはやはり当然和食の原点ですよね。だしの原点だと。その鰹節の方の提供はどちらがやっていただけるんでしょうか。そこは、上川さんお願いします。あ、こっちが上川じゃないですかもう名前で間違えた間違えたやめたのに鰹節は最高の絵になるような鰹節を準備して、CM 大賞取れるように鰹節の協力はしますので、でその後の段取りは中島さんに、中島さん、かつお節液担当以外にですね、液担当大量にかつお節がいりますので、みんなでかつお節を最後バーッと巻くと、2トンか3トンぐらいから、なるほど、花かつお2トン、そうするとよろしくお願いします。昆布はあれですね、北の終着駅の稚内の昆布子ちゃんが、昆布子ちゃんがやってきて、そして枕崎のかつお君がそれを待ってたぞというふうに受け入れると。はい、私カツオ君です。それで終着駅稚内と南の枕崎が合体という筋書きでいきたいということだよね。はい、はい、じゃあ大将、はい、栄養じゃあ行きましょうか。あ、その前に今回絵コンテのスペシャリストがそうですので、絵コンテを、はい、いい絵ができるように、はい、筆を振るってまいりますので、よろしくお願いします。どちらさんですか。東と申します。は、はい、緑町に住んでます。はい、わかりました。じゃあ最後、カツオで、カツゾーでいきましょうか。おすごい、乱暴。じゃあ、用意をしてください。いいですか。これじゃん。はい、これで。どうすんの、ちょっと。カツゾこれ行くの？行きます。はい、マジか。はい、市役所から長江さん、そして桑原さん、そして加工名から中川さん、そして中島さん、市役所の同じく飯田さん、はい、じゃ行きます。そして報道局長、報道員の井上正樹さん、そして東さん。カツオで活動、カツオと昆布で活動でいきます。はい、はい、カツオと昆布で勝つぞー。はい、拍手。グランプリ間違いなし。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ説明口調でいきますよ。画像はこういうふうにありますからね。枕崎、パン、わかない、姉妹都市名役記念、ダン、2秒まず出ました。13秒です、女の子が。お椀で、湯気が立っております。昆布がはみ出ております。そのお椀を持ちながら、
足りないんだよね、私の人生。いいカット。次に枕崎の駅のホーム、シャッシャッシャッタランタコイランドワーと言っているスケロクが待っている。次は出汁の終着駅枕崎、枕崎、お忘れ物のガバーとドアが開きます。また立ちやーパーッと巻かれる鰹節、上から昆布子ちゃんの前にバーッと降ってくる花ガツオ、そしてこのお椀の中にきれいに溶けた鰹節、その昆布と鰹節の出汁を、わあ美味しいって普通に言うんですけど、わあ美味しいダッドバーンよっしゃーっつって二人が腕を組んで駅のホームをカッカッふんと歩いていく、それを祝福する枕崎の漁業関係の皆さんがそのコスチュームで鰹節でバーンおめでとう。言葉でも伊藤さんというとしまいに二人の歩いていく後ろ姿と一緒に婚活成功、おにゃおにゃおにゃと、まあざっと言うとこんなような映像でございます。